これ渋滞してますね。これは渋滞ですね。の黄色い近藤雅彦のマシンは、ね、あれは周回遅れということになります。はい、ここはレースしてる、これは熱いシーンだ。これはレースしてる。リーダー、ドミニク・シャーガー、道上亮、そして加藤弘樹。ワンミスで入れ替わりますよ、ここは。誰がどこで仕掛けるのか、誰が脱落していくのか、熾烈なサバイバルレースになってきました。さあ、加藤も諦めていないですね。加藤弘樹はまだ諦めていません、はい、さあ加藤が前に出る、加藤が前に出る、わあ、すげえ、道が見せる、あ、でもまだ、マナーはいいですよ、マナーはいいですよ、一写真上げてきましたよ、はい、マナーはいいですよ。森脇さんもね、本当にヒヤヒヤ、加藤もね、イン刺すかな刺すかなと思ったんですけれどもね、はい、ブレーキングでは G フォース安定してますね。あーっと、またスピン、ドミニク・シュワガー、ドミニク・シュワガーがスピン、まず脱落。これは集中力ですね。集中力が途切れてしまいましたか、ね、糸が切れましたね。あ、4台のマシンが隊列を組んでいた、この勝負、ドミニク・シュワガーが1人消えた。この勝負は飯田明の勝ち。さあ、そして飯田明のレイナードに道上のローラが仕掛ける。その後ろから G フォースの加藤、はい、すごいですね、3台別々の写真で、3台別々のマシンが、さあ、そしてローラが攻めていく、いきますね、道上のマシンです。まあ、飯田明とも昨日あの食事してる時に会って、はい、お前レイナードだろって言ったら、いや、僕ん家の馬は僕ローラですって言ってるんですよ。だから僕いつも乗る前にお前はレイナードだぞ、レイナードなんだって言い聞かせながら乗ってんですけど、走ってるとローラになるんですよって言ってましたね。なるほど、まあ、そのあたりはまあ百戦錬磨の飯田選手ですからね、まあ謙遜もあるんでしょうが、はい、あ、しかしその飯田明に加藤が仕掛ける、 G フォース加藤が仕掛けていく、来ますね、道上にね、道上に仕掛けていきます。加藤1コーナーで勝負に、どうだ、どうだ、出るか、インをついていく、あ、いけ、いけ、どうだ、並んで前に出る、道上の前に、うっと、どうだ、道上が外に外されていく、またかぶせ直した、踏ん張った、道上踏ん張りました、ありましたね、道上踏ん張りました。加藤弘樹、大橋さんの、ね、インタビューの中にも、クラッチがないんだという ね、クラッチがないというのはですね、ありました。あ、アウトから仕掛けるか、アウトから行く、クラッチがないはずなんですが、いや、道上です、道上ですね、道上ですね、どうだ、道上が攻めていく、ママチャリが前に出た、ママチャリがローラのマシンがレイナードを刺していく、その後ろからジーホースのマシンも来る、ガタオも行く、道上亮のローラのマシンがイダーキラのレイナードを刺していった、そしてジーホースも来る、うわー、イダーキラレイナード、ローラ、そしてジーホースのマシンが刺していきました、うわリーダー置いていかれました、パスされました、うわすごい、道上が意地を見せてくれました。スピードマスタームーンクラフト道上亮、非力なはずのローラのマシン、うんうんとうなずきます井田監督、道上もやる、これは象徴的なシーンでしたね、やっぱり道上の意地でしょうね、道上亮やりました、はい。